こちらの装置は魚とのファイトを表現したものになります。ロッドが固定され、糸を電動リールで引き出す構造になっています。それでは実際に ATD と従来のドラグシステムで糸を引き出してみましょう。竿先の動きをご覧ください。従来のドラグシステムでは糸の出始めの食いつきにより竿先が強く引き込まれることがわかります。またドラグ作動中においても竿先が不規則にバタついていることがわかります。次に ATD です。竿先がバタつかずに安定してラインが放出されていくのがよくわかると思います。このように ATD は高いドラグ設定においても食いつきを抑えた非常に滑らかなドラグ性能を実現しています。このグラフは横軸は糸の引き出し長さ、縦軸がドラグ力を表しています。青が従来のドラグ、赤が ATD のグラフです。従来のドラグシステムでは糸の出始めの食いつきや作動中の食いつきが不安定な波形として現れています。一方 ATD は設定値通り糸が出始め、作動中も安定しており、 ATD が非常に優れていることがわかります。一方こちらはドラグを7キロに設定し、250メートルという長い距離を引き出された時のドラグ力の変化を表したグラフです。従来品と比較し、 ATD 搭載の15ソルティガではドラグ力の低下が小さくなっています。このように ATD は滑らかな滑り出しと高い耐久性を実現しています。これによりファイト中のドラグ調整が減り、ラインブレイクを防ぎながら魚を早く取り込むことを可能にしています。